ごっこ汁は、主に北海道で収穫される魚、ごっこを使用した鍋料理。北海道の郷土料理として親しまれている、味噌仕立てのごっこ汁。具に、キャベツ、ジャガイモを使用北海道のお島半島の漁師、家庭でよく食される、冬の家庭料理である。ごっこについては、口述、内臓を取ったごっこを一度湯通しして、 表面のぬめりと薄皮を取り除いてからぶつ切りにする。メスは卵と肝を具材にする。昆布のだし汁に醤油を加え、豆腐、長ネギ、えのき、大根、生海苔などを入れて煮る。ごっこの身から水分が出るため、野菜は少なめに、味付けは濃いめにすると良い。ゼラチン層が厚いため、人によっては好みが分かれる。なお、 吸盤は食べられないと記したレシピも多いが、実際には吸盤も他の部位と同じように食べられる。骨は非常に柔らかく食べることが可能で、ごっこ汁調理の際、捨てる部分はわずかな内臓だけである。卵を持っているメスの方が高価で、オスの倍程度の値段で取引されることが普通である。家庭によっては味噌身に仕立てたり、ジャガイモやわかめを加えることもある。 ホテイブオアピトサイクレスベントリカッセス。北海道では5個、ゴッコ。ゴッコは、一見フグのような、膨らんだ魚で、体長は20センチメートルから30センチメートルほど。身は、白身で淡白な肉で表面に厚いゼラチン層がある。海の底に住む腹部に吸盤を持っている。深海魚のため普段は目にする機会が少ないが、冬場になると、産卵のため沿岸の岩場まで寄ってくる。 2月の漁獲量が多い。ありがとうございます。